はい。お、お、これは？はい、どうもふがくんです。さあ、本日もマインクラフトやっていきたいと思います。なんか村人さん、今僕の拠点に入ってきましたね。どうぞ入ってください。皆さん いいですよ。うん、僕たち、なんだろう、運命共同体じゃないですかね。入ってください、どうぞ。やっぱね、なんかここにたまるんだよね。何なんだろうね、この人たち。ちゃんと入ってくれないんだよな。何なんだろう。あ、入ってくれた。はい、ということで今回はですね、まあ、とりあえず、かぼちゃとスイカの自動収穫機を作ったので、そちらを軽く紹介して、でその後釣りをしようかなと思っております。はい、こちらですね、スイカと、あとかぼちゃ、こっちですね、の自動収穫機を作ってみました。まあ、大体ね、構想はもう調べればね、すぐ出る構想だなんですけども、まあ、とりあえずここにピストンを置きまして、で、まあ、ここにね、かぼちゃの種を植えて、ならせる。そして、この土の下にですね、ホッパーを設置してありまして、ピストンが作動すると、かぼちゃとかスイカをね、押して、で、そのブロック状に、ブロック、なんだろうな、アイテム化してくれて、でそのアイテム化されたものがホッパーに吸い取られて、こっちのチェストにね、入っていくという、そういう仕組みですね。まあ、これはね、本当に完全に自動化しているので、まあ僕の自動化はね、まあ太陽が昇ったら自動的にこれが作動するような、そんな仕組みなんですけども、こっちの方でね、よいしょ、あの日照センサーを使ったね、自動化の仕方をしてるんですけども、で日照センサーを使ってるので、まあ日が出てる時ですね、日が出てる時はずっと信号が送られちゃうということなので、信号を一瞬にしたいんですよね。一瞬だけ信号が送れるような仕組みにしたかったので、こちらでこれですね、これ、粘着ピストンがあるので、でここにブロック置いて、でこう遅延マックスだったかな、マックスだったよね、これ遅延多分マックスじゃないといかないはず。ちゃんと、まあ、こんな感じでね、まあ、こっちの右側の方はね、こっちのスイカの方につながっているということですね。はい、こんな感じでございます。ざっと紹介しましたが、こんな感じで、まあ、夜寝ればちゃんと作動すると思うので、ちょっとベッド持っていきましょうか。ここで寝ればいいかな、ここで寝ましょうか。はい、それでは、はい、行きましたね。あれ、いん、これちゃんと作動してたよね、多分すぐなったんだよね、きっと。こんな感じで、で、ここに、今入って、もう入り終わったのかな？早いな。入り終わった感じですね。はい。こんな感じの自動収穫機でございます。まあ、ざっと説明しましたが、次はね、釣りをしようかなと思います。なんかね、僕のチェストの中に、宝釣りのエンチャントの本がね、あったので、これと、あと、おお、どうもこんにちは、これと、あと釣り竿を合成しまして、それで釣りをしようかなと思います。はい、まず釣り竿を持ちまして、と宝釣りですね。あ、コスト6も使うんだ。はい、これ耐久力大丈夫？あ、ギリッギリ。今4だからね。危ねえ。ぴったりゼロになるぜ。
よし、できました。宝釣りさんと耐久力さんの釣り竿がゲットできました。この間作ったね、釣り堀で釣り堀でやりましょうか。この上からやろう。よいしょよいしょ。ここでも釣れんのかな。どこ行った。はい、ミニクこうするか。はい、まさかフェイントか。あ、フグ釣れた。やった、フグだね。いいね、フェイントかと思ったよ。釣れたの見えなかったから。はい、これは修繕のついた宝釣り。修繕のついた宝釣りじゃない、違う、修繕と宝釣りのついた釣り竿が。いや、この修繕の本だったらいいよかったんだけどな。でもこれ釣れば経験値もらえるから、これいいね。ね、これいいな。宝釣りまくれば治ってくじゃんこれ。あ、これいいな。うわー、嬉しい。これ嬉しい。この本は本じゃないわ、釣り竿は。嬉しいな、宝釣りすげえ。これ修繕の本もしかしたら手に入るんじゃない。はい、また木の棒かー、いらねー。はい、ハスの葉だね。今のはスイレンの葉だった。はい、お、なんだ、生鮭。あ、焼こうこれ。やったね、生鮭。いいね。これフェイントじゃない？ん？フェイントだよねこれきっと。ん？違う、これもともとなんかバグってんのか紛らわしい、紛らわしい。これちょっとこっち使ってみようか、宝釣りの予報。はい、宝釣りの方じゃね、修繕の方。回復して出てくんだよね。ちょっと見てみたいわそれ。はい、あ、増えた。今増えたよね。何手に入ったって。あ、生魚。寝よ。ベッド持ってき忘れた。いや、すごいね、修繕の釣り竿。回復したよ。ペガサス、一緒に寝よ。相変わらずお前、名前つつかないね。どうすればいいんだろう、君。いやー、じゃあ無限に釣りができるってことか、これ。すげえ。はい。ヘイ。セイ。なんだ今の。腐った肉か。いらねえ。お、な、か、す、い、た。寝よう。はい、ということで今回はこんな感じで終わりにしようと思います。今回の収穫はですね、本当に良かった。これは修繕のついた宝釣り、また間違えた、修繕と宝釣りのついた釣り竿ですね、と、まあトリップワイヤーフック、あとパン、名札、この辺でしょうか。あとフグもね、結構ね、いろんなものが釣れましたね、あの釣り堀で。良かったです。はい、ということで、なんだよ、見るなよ。今、エンディング通ってるんだから。な。はい、ということで、ふがくんでした。バイバイ。